はい、マッチングいたしました。よろしくお願いします。本日マリオカードやっていきます。やっていきます。ハイラサーキとか、これさ、右下になんかその150とか100とかって出るので、そのなんか CC なんですよね。しかも見てこれ、おかしないレートで俺だけ、みんなだいたい3000から6000のやつもおんのにさ、なんで俺だけ1657でコネぶち込まれてんの、おかしないか。まあまあそんなこんなで、ちょっとなんかあの不当な、まあ、なんかもう言ってみたらもう飛び級みたいな、うん、学歴ロンダリングっていうか、まあなんか飛び級ですね、いわゆるなんかもう15歳でなんか大学出席みたいな感じの、まあそれだけ素質を認められるってことかもしれませんね、ここね。はい、やっていきます。よし、インドリをしっかりしていく。やっぱ上手いやつってさ、序盤のメダルほんととんど上手いよな。だこの俺のね、ゼルダのブレスオブワールドを全クリしたこの男がこのゼルダステージで活躍していこうと思ってますよ。はい、インコースをしっかりと取っていくんで、ここね、ここしっかりこのマスターソードを取る権利があるもの、それが俺なんだよな。でここうまいことショートカット、よし、みんな早いよ、やっぱみんな早い早いけど、でも俺負けてない、この高レート隊の相手にして負けてないと俺思いたい。なんかおかしいよ、なんで俺だけ本当仙台なのにさ、こんな高いところにぶち込まれたんだろう。しっかりこの4つを取っていく、うまい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 。さらに無駄毛ターボをかけていく、メダルを取り、ダブルで取りたかったけど、まあしゃあない、来た、イカはでもいらないんだよな、キラーとか欲しかったな、キラーとか正直。さあしっかりメダルを取って、このショートカットできないのは痛いが、しっかり、もうだからお前さ、何食わぬ顔で俺のアイテムぶんどりやがって、この野郎。これでこんだけ走って11位か、俺今。うまいわ、やっぱみんなこれ。え、マジで？レベルが高すぎる、このステージ。これなんか、効果的な場所を使いたいな。こことか。確実に一人一人亡き者にしていく。あーきついな、ダブルダブルダブル、キラー来いキラー来い、ゴミなんだよなこれ。おお、何もう締め切りダメだこれ、もう無理だ。しかもなんかちょうどスターが切れるタイミングで雷食らうし、クソでしょ。やっぱ高レート帯だったら俺は雑魚なのか。あーおー間違いしました。なんかもうすげえな、二極化してるな、マリオサーキとかドルフィン岬かっていうところで、なんとこういう時に限って、まあ、大体こういうね、あの素直、まあ、今 40% ですからね。はい、やっぱ 150cc っていうのがちょっとむずい。この月海さんっていう人以外なんかもう明らかにガチじゃん、てかもう平均5000ぐらいいってない、これおかしいだろマジで。あー、ドルフィン岬ってここか、まあ、ここは割と得意な方かな俺は。さあちょっとさっき最下位だったんで、この低い順位からの低い後ろの方からのスタートになります。しかししっかりスタートダッシュをよかった、俺だけじゃなかった、もう一人だけ失敗してるやついた。あれしかもなんかあの強い人じゃん。まあ序盤は正直もう関係ない、うん、これ加速アイテム取ってれば最初のロスなんていうのはもう意味ないからね。ここ帳消しになる。さあここでしっかりジャンプ、そしてここでダブルアイテム取っていく。ここだけ俺うまいんだ、地味に。ここだけ俺地味うまいでしょ、これ。はい、3回転ジャンプ、トリプルアクセル。そして、いいっすね。このダッシュもうまく使っていきたい。オッケー、ここで。こういうところで。もう一発、よーし、うまい！オッケー、3位乗れた！さあ、こっからちょっと防御系アイテムを取っていきたいね。こういうね、あーでもこれちょっとあんまり確実じゃないんだよな、この隙間を抜けて当たったりするからね。だからしっかり今の段階でメダルが9つあるのは心強い。あ、ごめん、ミスったかもしれない。セーフ。さあここはしっかりバナナを保持した上でもう1個のアイテムを取っていく。そしてジャンプ、あ、ジャンプできない、あ、しまった、落ちた、まあいいや。
なんだ今なんか上から落ちてきたなあいつ。ここはもうアイテムを取らずに、あースター来てる。スターに吹っ飛ばされさえしなければ OK かな。だセーフ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 。普通に置いていこう。普通にちょっと爆弾も置いていこう。あーやばい。いやでもこれ3いけるぞ。このだってメンツで3位って全然値千金じゃない？よし、あもうだからさ、なんかもうや、ほんまにしー、おら。結局この人たちもあれでしょ？ただなんか回数こなしてるからレート高いだけでさ、実力これと変わんねえだろどうせ。どこ暇人でもがよ。まあ最低なこと言っちゃったな俺。よし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 。さあさらにアイテム取っていく。赤ゴラ、赤ゴラ結局当たったよ。しかしそこはしっかりダッシュでカバーして。もう結局イカかよ。まあいいや。もう7位とかマジしょうもねえ順位だわこれ。あのなんかトゲゾウをなんかドサクサに負けて食らったあたりが崩れたね一気に。まあ今のしゃあない。今のは知らない。でも全然戦えるってことは分かった。うん。レートが高いからって強いわけじゃない。あんま変わんない俺と。うん。はい。マッチングしました。なんか、あれだね。この、なんだっけ、このふわふわなんとかっていう。あー、もう結局そっち行っちゃうわけ？さあ、今回もやっぱりレート5000、2000後半から3、5000あたりのメンツで、まあ今回10人でのレースなんですけども、1人9000いなかった？このステージは超苦手なんだよな。難しくねここ。ここだけ本当唯一まともに走るの無理だわ。本当に難しい。いきます。よし。メタルマリオなんだあいつ。お、アイテムや。ほら、絶対ここでドリフトドリフトかけに行くんだけど、絶対ミスるんだよな、カーブとか。あ、でも今回うまいわ。今回俺うまい。今回俺なんか、なんかしなくてうまい。変な声出るわお前。もうなんで当たんねんって。だから眉毛復讐を。よしよしよし、カーブしてしっかり取って OK。 いいですね。まあいいっていうか、まあ、あんま良くないけど別に。あいいねいいね、これここはい、マッチングしました。本当に申し訳ない。本当になんかね、もう感情をあらわにしてしまうんですよ、どうしても。はい。なんかもう本当にマジで申し訳ない。今後ことがないように本当にもう精進してまいりますので、やっぱ自分がね、弱い、自分の弱さの表れですよ、やっぱりもう。なんかそういうものに当たったりとかするのは本当に申し訳ないです。もう今後ないようにします、本当に。申し訳ない。ごめんなさい、マジで。じゃあちょっとこのレースは本当にガチャ真剣にやって、まあ、今回レートもね、あんまりみんな高くないということで、ちょっとまあ、いけるということで行きましょう。はい、はい。もうこの曲が好きなんだよな、俺。なんかこののどかな感じの曲が。まあ序盤はもう差しとけばいい。好きにこうやってメダルを俺はじっくりと集めていけば。え、なんか今こうしこけたんだけど、なんで。あ、俺マジでアイテム1個取れてないんだけど今回。どうですか皆さん。メダルも取れねえし、あーやべえ爆弾。あーセーフセーフセーフ。あれさ、これって下と上どっちが早いの結局。まあダブルアイテム取っていく。もうしょぼいが、まあいいや、一周目はいける。もう絶対当たると思った。死ねよお前ら全員泣き笑う。みんな泣き笑う、これマジで。さあ4位、目の前に2匹。もうだからトップが早すぎないか、マジでこのゲーム。
結局トップに入ってさ抜けるかどうかのゲームじゃねこれ本当に。マジで大体勝ち方がワイパワンパターンだよ毎回毎回。これ当たったらマジで芝く。ええもん。アイテムゲーにも程があるだろこれマリカよ。レースの全く関係あらへんやんけ。レンタルカート借りてもう街中でもうなんか秋葉原とかでマリオカートつってなんか走ってる方がまだマシやこれ。うわあいつ気持ち悪いな。うわしかもキラー来た。もう絶対これ終わったわ。うわうわもう結局キラーとかこの中盤にアイテム取った方が勝ちじゃんこれ。結局もう序盤を走る意味が全くないじゃんこれ。ほらやめた。